こんにちは、関野義晴です。前回はモンゴルのゴビ砂漠を、二コブラクダで900キロ、キャラバンで移動しました。そして、国境を素直に越えられなかったんです。なんとかつなぐことができて、そして、中国の、シルクロード、まあ今人権問題で問題になっている新疆ウイグル自治区の、ウイグル人の人たちの土地を移動しました。自転車ですね。その旅を最初にご覧になっていただきます。どうぞ。今日は本当に中国車って感じ。やっぱり緑の畑とポプラ並木と並木の間を何回も何回も通ったから、やっとなんかシルクロードに入ってきたっていう感じでしたし、お父さんです。あ、ヤクシン。まあ、とにかくあんまり来てないし、あいにくね、来わったね。なんであの灰が一番大切なんですか？めったに食べられないから貴重なものだという。そうですね、はい。ミルク。そうです。あの水に、うん、あの雲抜き、小麦粉を入れて混ぜて、これを、うん、羊の灰は食べたことあるんですけど、こういう料理は初めて。はい。ちょっと臭みのある甘み抜いたウイローという感じ。今日は標高差1000メートル。大丈夫ですか？いや、大丈夫です。ちょっと疲れましたね。いや、海抜もここは2700ですから、
空気もちょっと薄いですね。早く走ったら空気が足らない感じですね。でも10日後には5000メートル行きますから、はい、そうですね。トラックで乗ってった。トラックで乗ってた。どうしたんですか。今日は疲れてきた。いや、かなり風が強かった。じゃあ、あまり予定通りには今日は全然。セリナ、手すごいですね。やけど。初日釣らないで今日釣りそう。だから上りはあるって。伸ばしてるといいんだけど、縮めると釣るから、ペダルこぐと。あと3キロぐらいね。体中の筋肉吸った。脇腹と背中と上と指と、ね、今日5日目なんだけど、5日目で足がつる。疲れた。今回はゲストをお迎えしています。丸山ゴンザレスさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。丸山ゴンザレスさんは、私の旅はウレジアニ本来の旅は太古の時代、アフリカで生まれた人類が、まあ、ホモサピエンスですね、世界中に拡散していった、旅路ですね。その中で特に一番遠くまで行った人たち、シベリア・アラスカ経由で南米最南端まで行った人たちの旅路をブライアン・エム・フェイガン、イギリス人の考古学者がグレジアニと名付けました。それが本物のグレジアニですが、私はそれを逆ルートで南米最南端初シベリア、アラスカシベリア系でアフリカを向かったわけですけども、そのマイグレジアニを
やりました。でそれに対して丸山ゴンザレスさんの旅は、まあ、裏社会グレジアニーと言ったらいいと思うんですけども、まあ、特に、私は、まあ、石匠君という、まあ、共通の4人を知り合いである会でお会いして挨拶させてもらったんですけども、その前からテレビでは知ってました、あのクレジージャーニーでほぼレギュラーみたいにして、出てらしたので、よく知ってました。今日はわざわざどうもありがとうございます。いやもう石井さんがね、共通の子としているということで、僕ももともと大学院と考古学を専攻しておりまして、はい、でまあ関野さんのグレートジャーニーって見た一番最初に見たのはもう本当に学生大学入る前で、全然入る前で、中学とか高校とかそのぐらいだったと思うんですけど、はい、でもその頃からやっぱ考古学とか歴史とか当然興味があったので、ただ人類史の方はそんなにね行くわけではなかったですけど、でもやっぱ古い人の営みっていうのに興味があったから、旅はすごい好きでした。でもそれと同時にそういう古いことというか、そういう人の営みっていうものにはものすごい興味があったんですよね。だから両方の興味があって、関野さんのグレートジャーニーはもう本当にリアルタイムで全シーズン多分見たと思います。最後のアフリカに至るシーンも全部記憶にあったので、もう本当にそれはもう僕にとってバイブルのような関野さんの旅の記録っていうのはそれぐらいこう偉業だと思ってますし、ただと同時に先ほど裏社会のグレートジャーニーとおっしゃってくれましたけども、つまり人の営みを追いかけて取材している。で今の経済営みって何だろうと思うと、やっぱり経済活動だったり都市の営みだったりするから、そういう意味ではそのなんていうか真っ当なビジネスじゃなくて、そこに根付いているビジネスだったり人の人の営みが合法でも非合法でも関係なくそれを取材するんだっていうことをやってたら、まあそのクレジージャーニーって番組に出るようになりました。でまあそれをこの2つの縁でね、こんなところにお邪魔することになりました。本当にもう関野ファンの皆さんすいません、なんかいいのかな僕なんかでと思いますけども、ちょっと関野さんのグレートジャーニーのねちょっと後半部分一緒に話させていただければと思います。よろしくお願いします。まあ人の営みって、おっしゃるんですけども、私もそうですね、一番最初行ったのアマゾン、それも川下りですからね。でも下って分かったことは、やっぱり自分が興味あるのは人間の営みだというね、それもまあ多分丸山さんは本当にほとんど都市社会の裏っていうか、私はもっと基本ですね、まあ、採集資料とか、遊牧とかそういう農耕以前の暮らしをしている彼らの経済活動イコール獲物を取ること、まあ、木の実を取ること、あるいは家畜を飼うこと、それが彼らの経済活動イコール営みであり、彼らの生き方である。太古の時代、1万年以上前の先祖は同じことをやってたわけですね。その暮らしぶりを知りたくて、で一旦入ってみたら面白くて、いつの間にか50年経ってたという。そう、いつの間にか50年すごいですよね。なかなかないですから、そんなももうでも僕のそのやっぱ見てきたスラム街とかそういう世界っていうのは、当時20歳で僕初めて海外の旅に出たんです。日本国内はもう切符買って電車でとかそういう旅が多かったですけど、20歳になって初めて海外出てタイとかインドとかそういうとこ行った時には、やっぱりこうスラム街っていうものがすごく衝撃だったんですよね。でそれを調べたり見たりしていくうちに、あ、こういうとこでも経済活動ってあるんだって。で今度衝撃的で貧しいと思ってたような人たちが、あ、実はちゃんと経済活動が回ってて、この中にお金持ちの人たちもいたりするけど、日本人的価値観でお金を使わない、家にお金をかけるっていう習慣がなかったり、だからだけどスラム街に住んでるけれども高級会社に乗っていたりする人もいたりするし、あ、なんだろうこのいびつな世界はっていうので興味を持ってやっぱこう入っていったんですよね。関野さんが追いかけるそのプリミティブな、もう現象的な、なんていうかこう人々の営みとはまた違う営みが今のそういう都市部にはやっぱり存在していて、そこはもうそのやっぱ20歳ぐらいの丸山青年にとってはですね、その子もなんだろう、すごいものを見つけたなという感じで、そこから追いかけて20年ちょっとですね、まだ関野さんの半分にも満たないんですが、あとでもこれ始まる前にちょっと言っておきたかったことは、僕今年で44歳になります。つまり関野さんがグレートジャーニーに出た、旅に出た年なんですよね。でここから僕、
10年かけて旅をできるテーマって何かあるかなってね、ここ最近関野さんと会ってからずっと考えてますね。ちょっとこういろいろこう広報というかやりたいなと思うことが出てくるんだけど、でもここから10年のパワーですね、どういうふうにあのこう生み出していこうか、そういうふうのちょっとね含めて今日はちょっと関野さんにいろんな話聞きたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。僕もこれから10年考えるヒントをもらいたいと思って今日話を進めていきます。いや10年ずつやってきたんですよ、ね、で20代はの10年間はアマゾンしか行ってないんですよ、ね、で30代の10年はアマゾン通いながらアマゾン以外のパタゴニア、ギアナ、コーチ、オリノコって行ってて、だからでトータル20代30代は南米から出なかったんですね。で40代がグレージャーニーなんですね。で50その10年、50代が実はシングレージャーニーなんですね。そうやって10年ずつやってきたんですね。やっぱね、そういうテーマをちゃんと設けられるっていうのはなかなかすごいです。あの旅を生業にすること自体がなかなか難しい時代ではありますけれども、しっかりとしたテーマがあるじゃないですか、関野さん。関野さんどう やってるうちに なってきたっていう感じ。最初からあのこれはあの僕の好きな狩猟採集民の、まあ、南米の先住民たちの生き方なんですけども、あのプランを立てない、計画書なんか立てないわけですよね、うん、やりながらこう整えていく。ものづくりもそうですよ。家を作るにも設計図はなしです、うんうん、立て始める。で設計図を立てるとそこにあるもんじゃ足りなくなるわけですよ。どっかから取っておかなきゃいけない。でも彼らはそうじゃなくてあり合わせので作っていくんです。だから設計図なんか邪魔なんですよ。だからそれはレヴィストロールがブリコラージュって、うん、要するにガラクタを集めて作る、うん、それが彼らの生き方なので、なんかでもいいヒント、早速いいヒントがをいただけた気がしますね、うん、なんか若い頃それこそ20年前とか旅する時なんて何にも考えてなかったです、その今あるようなテーマに気づいたのも、うん、そう何回も旅を重ねていった結果、うん、振り返るとここで線通せるのかなと思って、うん、今の僕のテーマっていうかそういうのになってきたんであって、やっぱこの先もそういう感じがいいかもしれないですね。でいいんじゃないですかね。いやなんかそれを聞いてちょっと心強く、しかもホッとして、あ今のでいいんだなってちょっと思いますね。大先輩で東京農大の探検部を作った甲賀元彦さんっているんですよ、うん、その人は実は山岳部入ったんだけど、なんで探検部を作ったかというと、もう山はパイオニアワークを終わった、なぜエベレスト登っちゃったかってですね、うん、それで、探検部作ったんですけど、彼はあのまあ、卒業してしばらく経ってからと1976年ぐらいかな、僕がアマゾン行き始めた頃に、うん、砂漠に緑をっていう会社を立ち上げるんですよ。で何を始めたかっていうと、アラビア半島とか、エクアドルとかベトナムとかミャンマーとかでマングローブの植林を始めるんですよね。緑化計画ですね。だから砂漠に緑、行動そのものが会社の名前なんですけどね。でそれを今までずっとやってきたんですね。それで、まあ、今地球移住計画っていうのをやってるんですけど、そのゲストでお迎えした時に、今80なんですよ今年、これから何やるんですかっつったら、20年がかりでマングローブのグレージャーニーをやる。終わったら100歳ですよ。あ、そう、そうなんで、奥さんがいるんですよね、やっぱり民族学者なんですよ。で2人で20年かけてマングローブの起源を求める旅をやるって、あすげえなと思って、すげえすげえ。さあそういう人たちが先輩たちでいる限りね、僕世代なんてもうひよっこですから諦めるなんてことはないんですよ。もうまだまだやります。もちろんその僕より若い世代がグッと来ることに関しては応援もしたいし、あのある意味いい感じでライバルだと思ってね、あの切磋琢磨していきたいと思いますけど、正直もうただ僕物書きというか文筆業をまあメインで普段やってますけど、そういう業界ではもう中堅とかなんていうかなベテラン扱いされてたから、ちょっと年食ったなと思ってたんですけど、まあ全然若そうですね。ねまだまだいきますよ本当に。だまだ足腰立ちますね全然ね。そうそう、あんまりね年齢関係ないように思えてね、年に応じてやればいいっていうかね。あのだって昔あのこう武蔵野日赤に入った時に、外科部長が還暦祝いってしたんですよ。今しないじゃないですか。しないですね。
還暦祝いして、まあ、ひな壇にちょこんと座ってて、うん、まあ、他の我々若い医者取り囲んでお祝いしてんだけど、うん、ああ60か、こんなじじいなのか60がと思ったけど、実際60になってみたらなんだ60なんてひよっこじゃない、うん、あ違うんだよね、もう昔の60と今の60違うし、はいはいはい、大体7掛けたっていうんだよね。だから72、7掛けた49、50ですよ。でそのぐらいに動けるっていうか、だって70って言ったらもう、うん、50年前だったらもうヨボヨボじゃん。そうです ね、だって今だとその移動手段とかでもだいぶ補助できるじゃないですか、うん、そうそうそう、もう飛行機も車もあるし、その関野さんみたいに2コブラクダとか1コブラクダとかって移動じゃそれはもうお尻とか大変になりますけど、そうじゃなければ、まあ、割と科学技術というかそういうテクノロジーをどんどん導入していけば、あできることってさらに増えそうですよね。だからできなくても、うん、まあそれはこう衣類とか装備とかが、うん、まあ、変わってきてるってこともあるけど、もう70代がどんどん 8000m も上ってるわけですよ。うん、それでなんかね、体を理由にできないはないですね、うん、確かにね、うん、僕なんか年型ですからね、さらに全然余裕ですよ。なんかあったらもうすぐ病院ありますよね。余裕余裕、もうそうです、忘れがちですけどね、関野さんお医者さんですからね。そうなんですよね、ちょっとそういうのもなんか含めて、僕でもグレートジャーニー最初パッと見た時に、探検家で医師のって言われた時にそこ2つ結びつくんだっていうか両立できるのと思って、だって冒険家探検家なんてアウトローの最たるもんじゃないですか。そんな人が国家試験通ってるんだっていうことにも当時は驚きましたけども、今になるとちょっとうん、なんか納得っていうか、関野さんらしいんだろうなと思いますね。だからなんで医者になったのって、うん、探検家になりたいからっていうね、探検家って仕事がないから、うん、食っていけないから何か仕事をしなきゃいけない、そのなんか結びつかない2つが結びついているっていうのは多分本人の中でだと思うんですよ、うん、実はこの間堀江貴文さん、通称ホリエモンでいらっしゃるじゃないですか、うん、あの方がやっているインターステラーテクノロジーズっていうところが北海道にあるんです、会社ロケット打ち上げる会社なんですけど、その時に話で出たのが、堀江さんは金儲けをしたかったんじゃなくてロケットを打ち上げたくて資金を集めただけだったっていうのを、やっぱりその現場でもやっぱそう話が出るんですよね。なんかその壮大な夢のためにものすごい現実的な手段でお金を集めてたんだって分かると、なんか急にこう見え方が、あの人自身の見え方もやっぱ変わってくるっていうか、実際に現場打ち上げの僕中継の仕事を今回させてもらったんですが、その時やっぱ現場ですごく嬉しそうな子供みたいにはしゃいでる堀江さんを見るわけですよ。あ、本当にそうだったんだっていうのをね、目撃できてものすごく僕も感銘を受けましたね。なんかでグレートジャーニーっていうのもやっぱり僕はその当時ロケットを打ち上げることとの同等かもそれ以上ぐらい困難な旅だと思ってました。そのリアルタイムだったから、リアルタイムっていうかこう関野さんがゴールする前から当然見てるわけだから、これ都会行ってベーリング海峡あたりで終わんじゃねえかなとかってその中学ぐらいの時思ってたんですよ。でもゴールしましたよね。あれすごかったな。でも本当にこれ順序とか気にせず言わせていただくと、もう最後国立公園をアフリカのあそこをチャリンコで走っている関野さんの映像がやっぱり未だに鮮烈に焼き付いてて、まあもちろん人によってはね、ベーリング海峡をねカヤックで渡るとか、パタゴニアのところとか、南米のアマゾンの僕もそうだし、ロストワールドの、ギアナコーチ、はい、ギアナコーチとかああいうところを言うと思いますけど、やっぱりユーラシア大陸ってやっぱり日本人にとっては一番近い大陸だし、そこで そこをこう人力であそこ駆け抜けていったんだっていうのは、後にね僕自分でそういういろんな国とか行くようになって、あ、関野さんが抜けてったところだとかそう思うんですよね。特にその東アフリカなんかは今はもう治安もマックスに悪いし、さらに中東シリアも通ってらっしゃるじゃないですか、あの時の映像って今ではもう無理じゃないですか。でもちろんウイグルのところもそうだし、シルクロードをそうやって陸路で通るんだって、で最後の締めのコメントで関野さんは今こう通ってきたルートが比較的平和な時期でタイミングが良かった、ラッキーだったってことをおっしゃるんですけど、今その言葉めちゃくちゃ重いんですよね。本当に今だったら寸断というか全然通れないルートばっかりだから
本当にあの言葉の重さっていうのをあの今回改めてこう映像をちょっと拝見させてもらって、平和ってやっぱ恒久的なものじゃなくて、あの波があって数十年の平和な時期があってまた繰り返して、その波が今あの大きくこう転換したところの僕らは平和じゃない時期に生きているのかもしれないっていうのをちょっとこうエンディングのインタビューを見ながらね思いましたね。あの特にこう今日ちょっとお話で、ウイグルのあたりの話をっていうことだったんですけど、はいはい、もう中国側から始めて、はいはい、で映像が撮れてないんですよ、はいはい、撮ってないって言ってましたね。撮っちゃいけないので俺一人で行ってこい、あれナレーションだけで処理されてるんですよ。すごい大変だったんだろうなと、大変だったのにそこナレーションだけで処理されてるからあ映像は撮れなかったためみたいなので、でパッと始まるんですよそんな一言ではしょるなよと思って、でそのさっきの国境の日までじゃなくて一旦向こう行ってスタンプをして、モンゴルの入国と出国のスタンプを両方してもらって出てくるっていうことを24時間以内にやれっていう命令なんですよ大変じゃないですかもうあのね、本当にあのシーズン7、8の大変なところ国境越えですよ。だってあのイスラエルのところだってこれシーズン8か、まあ、ちょっと先の雑談としてね、あのカヤックでシーカヤックであのちょっとでも流れたら撃たれるからなんか戻るじゃないですか大変そう。いやもうそこまで行ったらもうそう、いや人力だけどそこは よくないかとかちょっと思ったりとかしたりしたんですけど、でもそこはこだわるんですよね、ちゃんと。そうですね、こうできないとこは、まあ、しょうがない、でもできることはやろう、うん、その僕だったらもっと手前で、まあこれできないって言ってるからやめましょうかって多分言うと思うんですけど、まあ関野さんは本当にあの諦めが悪いというか、絶対やってやるんだっていうのが、まあ、画面越しにも伝わってくるし、あのなんだろう、あの当時の関野さんのあのギラついた感じっていうんですか、もう旅してる時にこうあの当時のあのそれ当時ってそのグレートジャーニーの時の人類学的な意味の方のグレートジャーニーの方ですね、そっちの方の狩猟採集民として旅してた人たちもきっとこんな表情だったんじゃないかなっていうか、目的のためにギュッと見て、でそれでもうできるところをやるんだっていう感じで、もう普通の旅人にはあの表情は出せないですからなんかこう、ただグレートジャーニーの体育の人たちって要するに到達点がないんですよね、だから目標がないからそれだけ楽なんですよね。要するにある時もある時点までにここに行かなきゃいけないっていう旅をしてないんです彼らで、要するに積み重ねなんですよ。彼らの感覚って移動してる感覚ないと思うんですね。ちょっと住み分けて外れる、あのある程度行ったら、あ寒いとこ行っちゃったから、北の方行っちゃったら寒いから、あなんだだんだん寒くなって一旦戻ろうかって、あまた暖かくなってきたって、こうやってあの少しずつ進めていったんで。ただそのグレートジャーニーであの陸の内陸じゃないですか、今回のそのシーズン7ですね、うん、7のところって。でウイグルってあの関野さん南米ずっと旅してたじゃないですか、ね、あのウイグルの文化っていうのはどうですか、あの入りやすいものでしたか、南米とは全く違うものじゃないですか。構えていったけども、うん、なぜ構えてたかっていうと、南米からずっと北までアラスカまで行ってベリング海峡を渡ってユーラシア入って、実は初めてのイスラム圏だったんですよ。それまではどういう経過をたどったかというと、ほとんどが南米中米は全部カトリックなんですよ。で北米はプロテスタントなんですよ。でも全部クリスチャンなんですね。でもロシア渡ったらもちろん先住民はシャーマニズムとあるけども、基本的にロシア正教なので、だから全部あのモンゴルまで実はキリスト教社会なんですね。とかモンゴル入ったら仏教になるわけですよ。そしてモンゴル終わって中国入ったら、まあ、中国の、まあ、一番西の端はウイグル人たちはイスラム教徒なんで、自分たちと結構出席したことがない人たちなので、だからちょっと身構えたけども結局そうでもなかった。でなぜかというと、一緒に行ってくれた人が北大で動物生態学、彼は赤鹿って鹿がいるんですね、はい、赤鹿のグレージャーニーをやるんだって調査をやるんだっつって大学院で勉強してたんですけども、で一緒に行ってくれるというので行って、それでモンゴルから中国を渡って、まず彼の実家に
招待されたんですよ。したらこうお祭りがあったんですね、まあ、歓迎の宴ですね、うん、でまず音楽と踊りなんですよ、うん、でまあすごく歓迎してくれてね、それであの踊ってるのに写真撮ったり見てたりしたら、あんたも踊んなさいっつっていや杉野さんが行くところってやっぱり踊りありますよね。そうですね、アマゾンも踊りありますよね。いやもちろんもちろん、でも本当にだいたいそういう時が、うん、やっぱりねお客様なんですよ、うん、どこ行っても最初は。でも祭りの時ですね、まあ、イスラムだからお酒はないんだけども、でもこう入りなさいっつって、うん、やっぱりその輪の中に入ると全然彼ら の、うん、あの接し方が違ってくるっていうか。あの時に僕印象的だったのは羊の灰を食べるっていうので、はいはい、ウップケース、ね、あれ美味しそうでしたね。 あれはね要するに灰を、あ羊料理ですね、まあイスラムでは豚を食べちゃいけないわけですね、うん、実は血も食べちゃいけない。あそうなんですね。 なってるって、 あそこ行って初めて知ったんだけど、うん、で灰を大切にしてはどうするのっつったら、あの一生懸命灰はあの袋がいっぱいあるわけですね、はい、それでふーって膨らましてるわけで、それで膨らましてどうするのかと思ったら小麦粉を溶いて、うん、それでまあなんか味付けをしてそれをその中に入れるんですよ。灰の中にどんどん膨らんでいくんですね、うん、それを煮るんですよ、うん、でそうすると小麦粉ですから、食べてみるとなんかちょっと甘みのいたウイロみたいな感じ。へー、不思議な食感なんですね。そうですね、ふわふわっていうクチュクチュっていうか、まあウイローですね、本当にウイローと結構似てますよ。あの料理のところでちょっと思ったんですけど、食卓があのやっぱあの辺の、アラスカから来たルートを見ていると、うん、彩りが豊かになるじゃないですか、はいはい、で関野さんシルクロードを旅するって言って入ってきたからふっと浮かんだのは、やっぱ交易ルートにあるところって食卓やっぱり豊かになりますよね、うん、そういう遊牧民とその同じく羊を使う料理なのに全然違うじゃないかと思って、そこがそのシルクロードっていうものの凄さなのかなって思いましたね。文化としての食が文化になってるじゃないですか、うん、それで遊牧民の人たちはやっぱり生活のためのエネルギー摂取、あの例えばラードとかチーズとかそういうのもちょっと食塩が効いててとか、なんかカロリー高いねって関野さんおっしゃってたじゃないですか、うん、でも全然その同じく口にするものなんだけど意味合いが全く違うんだっていうのを、なんかあれを見た時にふるとこう思いまして、うん、いやあれはちょっと驚きですね。シルクロードって偉大だなってちょっと思いましたね。でまあそのイスラムだからもちろんモスクがあるわけですね、はい、だからやっぱりモスクに入りたいなと思って、あのムハマトさんっていうその、うんまあ、北大の研究生の人に、まあ、40なんですけどね、はい、その時彼は、あ頼めば大丈夫じゃないっつって、あのイマムって言って、まあ、イスラムには牧師みたい人あるいは宣教師、うん、あの神父っていないわけですね、まあ、宗教的指導者っていうか、それがイマムっていう人なんですけども、うん、に引き合わせてくれて、で彼ムハマトさんのアドバイスで何か寄進した方がいいよっていうので、まあ、簡単ちっちゃな絨毯を持っていったら、あいいですよ、うん、中に入って、その代わりあの体を清めてからっていう、で彼らトイレも絶対紙使わないわけですね、水で手で処理するわけです。で左手でやるから左手は不浄の手で、右手は食べ物を取る手ですね、左手で食べ物を取っちゃうと、もうなんだこいつだって思われちゃうんですよ。でじゃあ洗ってきますって、まあ、ムハマトさんに指導してくれたんだけど、もう順番が決まってるんですよ、全身洗うんですよ、で、まあ、脇の下から陰部から耳の穴まで洗えって言われて、それも順番が全部あって、それでもう清めたらもうその後おしっこもするな、おならもするなって言われてね、やっとあのモスクに入れですね。だから なんとなくね、こう聖なる体験をしてるって感じですよね。結構特別な体験ですよね。今なかなかでもそこ、今でもモスクってそんなに入るの結構難しくないところもありますね、エリアによってはですけども。あいや簡単なとこいっぱいありますよ。ありますよね、うん、当時でもあれですよね、結構厳しかったというか、厳しかったっていうのもあるけど、うん、あと僕が初心者っていうか、うん、やっぱり最初から、うん、あの教えておいた方がいいなって、うん、
指導だと思ってね。ムスリムってよく旅人には優しいって言うじゃないですか。よそ者来ても、うん、あの税金は通るわけですよ、うん、通行税、うん、でも邪魔はしない。あ、要するに非常にウェルカムですよ、よそ者に対して。もうずっとあそこからウイグルから、あとあのネパール越えた後ずっとあのイスラムが多かったじゃないですか、はいはい、トータルやっぱり旅はしやすかったですか、人はイスラム文化圏っていうのは。あの食べ物のことだけですね、うん、ちょっと。ただその自分別に豚肉食べなくたって別に、うん、よってことないし、そんな酒さく飲むわけじゃないし、だからそんなに気にならないっていうか。ウイグルのところ話してて思ったのは、僕あの辺ってやっぱ入ろうと思ってなかなか制限があって入れなくて、であの取材行きたいなと思ってなんかタイミングを逃してるんですよね。あの入れる時と入れない時の波が激しくて、で今ももちろん入れないんですけども、ちょっと思い出したことがあって、イスタンブールに行った時に、あのイスタンブールのスラム街をこうフラフラしてたんですね。あの観光地になってるイスタンブールの場所とは別なところの、まあ、裏手というか街の、まあ、下町の方があるんですけど、そういうところにがスラム街になってるんです。でそこの人たちっていうのはあのウイグルから逃れてきた難民というかの人たちがあのその中に入ってて、でなんかこの町を形成したのは、いや旅してる時の前ですね、あの1900年代だったと思うん でその人たちが来てトルコに逃げてきてその町を作ったんだって聞いた時に、あのその時にふっと思ったんですよ。エリアとしてトルコってなんか全然遠くのイメージあったけど、中国、やウイグル地区と地図を見てみると、あ、行けるんだここと思って、地図で大きな目で見てみないとなかなか気づかないん で当初はあのおそらくそういう関野さんが見てきたような暮らしを持った人たちだったと思うんですね。顔立ち見ててもそうだし、やっぱトルコっぽいというか、あのウイグルの人たちってやっぱあの中東にいる人たちと同じ文化なんだなって、それがなんかあの辺にある。だから国境っていうものが引かれることで同化されてしまう文化や民族ってあるじゃないですか、うん、そのやっぱり最たるものがウイグルだと思うので、あそこに残ってる文化、今はもうちょっと失われつつあるというか、漢民族化進んでいるので、あの映像自体が本当に貴重な記録なのかなって。あんな平和、当時どうだったか分かんないですけど、でも平和に見えるウイグルってもうあの映像の中にしかちょっと残ってないのかなと思うと、なかなかこう切ないものがありますよね。面白いのはトルコから、まあ、ずっと中央アジア通って、うん、そして実はシベリアまで、うん、全部トルコ語が通じるんですよ。要するに家畜を追ってる人たちが移動してって、うん、ヤクーツク、ヤクート人にまでなってるので、うん、まあよくあのラテン系、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語とか、まあ、フランス語もそうですけども、うん、大体わかるとか、うん、特にイタリア語とポルトガル、スペイン語なんて、うん、大体もうあのなんとか通じ合っちゃう、はい、でそういうもんなんです、トルコからずっと、うん、シベリアまで。それもだから一つルートなんですよね。そうそう、うん、だから広がった時はまだイスラム入ってきてないと思うんで、うん、結構昔からこうシベリアまで行ってるので、だからイスラムとは関係ないですね。あ、そっかそっか、行き渡ったの、行き渡った後の話。要するに僕は一番のツボは平らだってことなんですよ。あ、そのトルコからずっと、まあもちろんありますよ、うん、こうあるんだけど、まあ、モンゴルにもウラルアルタイとかね、うん、シベリアにもあるんだけども、でもアンデスとか比べたら全然平らなんですよ。それはシルクロードはまさにそうなんで、シルクロードを旅していて思ったのは、あ、平らだなって思ったんですよ。それ比べるのは常にアンデスなんですよ。でなぜ比べたかっていうと、アンデスと中米、あのアステカかマヤの世界って要するに近いわけで、距離的に。でも交流はないんですよ、多分ないと思ってるんです僕は。なぜかっていうと、交流があったらジャガイモがマヤとかアステカが栽培しないわけがないわけですよ、はい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 、してないですからね。だから多分まあちょこちょこっとあったかもしれないけど、あのこうお互いの文化を変えるほどにはなかったわけで、その障壁になったのはアンデスなわけですよ。だって自転車で行くとこうですからね、うん、アンデス旅するの。ところが
シルクロード行ったらなんだよこれはっていう、聞くあるんです、結構あるんだけど比べ物にならない。で自転車の旅のいいところは何かというと、体で地球の凸凹を感じるんですよ。傾斜が12度で5度とかだったら分かんないけど、自転車だったら全然違いますからね、5度の上りと5度の下りとは。だから体で地球の凸凹を感じ、引き算の言い方するとね。いやいやいや、すごい分かります今の。そうするとそのアンデスは本当に行きにくい、だから交流するのもなかなか難しいけども、でこっちは平らだから、でなおかつもう一つ特徴があるんですよ、乗る動物がいないんですよアンデスは、はいはい、リアマ乗れませんから。でこっちはラクダもいる馬もいる、うんうん、それで平らだったら本当にこうイースタンドローマからあの中国あるいは日本までこう行き来できるのは当たり前っていうか楽々できるし、それは簡単に攻められるってことなんですよね。だから攻防がすごいわけですよ。でアンデスの場合はまず凸凹がない、でシルクロードは車輪があるわけですよね。アンデス車輪がなかったんですよ。でなおかつ乗る動物もいない。でもちろんあのリアマ40キロは背中に積めるから、うん、50キロいれば2トン積めるわけですね、うん、だから荷物運ぶにはなんとかできるけども、でも移動に対する障害つったらよっぽどシルクロードと比べて大きいわけで、だからこう人の行き来はねあんまりできなかったけど、シルクロード見て分かったとか、うん、これだったらねもう東西の交易っていうかね、自由にできたらなって思います。そのね両地域を比較できる人は本当関野さんしかいませんけど、でもそれはねやっぱ聞いてて思いました。特に僕がちょうど気になったところがまさに そこですね。家畜とかその動物の移動はどうなんですかっていうのを聞きたかったんですけど、人と共に、移動できるっていうことを考えると、まあそういう動物とセットで考えるのがやっぱいいですよね。で軍隊だけじゃなくて移住するにしても荷物や家族やその女性や子供もいるわけですから、移住していったりする場合そういうのをあの移動手段やあの荷物を運ぶ手段というのは必要ですもんね、うん、文化の移動をね、うん、できるから文化の根結ですよね、うん、日本だってそれの正倉院を見れば影響を受けているわけで、うん、そうなるとやっぱり それぐらいヒマラヤっていうのはあそこだけが突出してこうでかいというか、でかいんだけども、うん、通る必要はないので、東西渡るに、まあ、ヒマラヤの、北側通ってもいいし南側通ってもいいわけで、うん、そうか、避けられるんだ、避けられるんですよ、はいはいはい、南米とはちょっと違ってく、うん、るわけですね、だからルートとしてはまあ、トルコとかイランの方からやってきて、うん、ヒマラヤぶつかったら北か南に逃れればいいので、うん、南は海岸伝いに行けばいいわけですよ、うん、で北はまさにシルクロードを通っていけばいいわけで、今日は丸山ゴンザレスさんをお呼びして、中国領内のシルクロード、新疆ウイグル自治区ですね、のシルクロードの様子を見てもらって、そして、ゴンザレスさんと話をさせてもらいました。いかがでしたか？もしよかったらチャンネル登録にポチッと押してください。よろしくお願いします。